レトラちゃんは見た。僕はウルシ。市内の大学に通う大学生。地元から離れた大学を選んだのもあって、周りに昔からの知り合いはあまりいない。ただゼロというわけでもない。なぜなら、アザミ。何？彼女はアザミ。僕の近所に住んでた幼馴染だ。以来小中高と同じところに進学、大学もこの通り一緒になった。用がないなら行っていいかしら。今日近くのスーパーで卵の特売なの。そうなんだ。そうよ、お一人様2パックまでだから早く行かないと。そんなアザミだが、昔からかなりの倹約家だ。一人暮らしを始めてその傾向はより顕著になった。例えば服なんかは基本的に古着、食事も自炊がメインで食材は半分近くが半額。読書やゲームなどインドア趣味の持ち主でもあるのだが、本は図書館で借りるし、ゲームは中古品ばかりを狙う。本人曰く必要なものに必要な金額を払っているだけとのことらしいが、周囲からはケチンボであると認識されている。とケチ。卵の特売ね。僕も付き合おうか。え？一人2パックまでなんだろ。僕も一緒に行けば4パック手に入るよ。前々から思ってたけど、あなた本当に人がいいわね。え？だってあなたぐらいだもの、未だに私と付き合ってくれるの。この性格のせいで地元じゃ友達いなかったし、ここでも一緒。まあ僕だって少ないからね、友達。でも確かにアザミとの仲の良さは他の人にも指摘されるな。ねえウルシ、いつまであのアザミってのに構ってるんだよ。そうだよ、あんたまでケチになるよ。いや別にそんなことは。いや、赤松くんと茜さんに絡まれちゃった。ケチで地味な男か。絶対モテないわよ。苦手なんだよなこの人たち。あ、さてはお前、あいつに惚れてるね。やめとけって。いくらお前がイケてないからってあんなので妥協するのは悲しいぞ。俺みたく可愛い彼女ゲットしなきゃな。あかんね。やだもう、赤松くんったな。嫌なバカップルだな。まあ的外れだし、右から左に受け流そう。だって確かにアザミは一見ケチだけどさ、でも僕はアザミのいいところたくさん知ってるから。ほん？おや、二人ともいいところに。ん？ああ、ヒイラキくん、ユズリハさん、彼らは僕らの同期だ。人付き合いが得意じゃない僕でもあまり負担なく話せる数少ない人たちで、アザミのことも色眼鏡では見ない。どうしたの？来月7日の飲み会について伝えに来たのよ。場所と時間が決まったから。同期の親睦を深めるために赤松くんと茜さんが企画したんだってさ。え、あの二人が？おや、ウルシくん、彼らのことは苦手かい？まあちょっとタイプの違う人たちだとは思ってる。僕っていわゆる陰キャだから。まあ私たちもあまり得意じゃないわね。ああいう具合に大勢でワイワイする人たちのことは。イエーイ！僕らも陰キャだからね。そう、君たちはどっちかというとカースト上位な気がするけど。ありがとう。それはそうと、やっぱり同期同士のつながりは大事にした方がいいわ。同期で困った時とかに助かるもの。レポート教えて。いいよ。なるほど、ヒイラキくんたちは来るのか。でも大人数はちょっとな。アザミはどうする？行くわ。え、何よその反応。いや意外だなと思って。ほら、普段のアザミって飲み会はお金がもったいないと思うタイプだろ。確かにそうだけど、でも飲み会の日ってウルシの誕生日でしょ。一緒に祝った方がタイパはいいんじゃないかと。え、そうなのかい。あなたそんなこと一言も言ってなかったじゃない。あ、ごめん。というかアザミ覚えてたのか。まあアザミが行くなら僕も行くよ。そして当日。じゃあ俺たち同期の固い絆を願って。バイバイ。ちょっと赤松、ウルシ君の誕生日も祝わなきゃでしょ。ありあり、完全に忘れてた。じゃあついでにウルシの誕生日も祝って。乾杯。ついでにって、まあいいか。実際おかげさまで僕の今日の参加費は無料らしいし。ウルシ君、誕生日おめでとう。はい、プレゼント、この前欲しいって言ってた。ありがとう、嬉しい。友達に誕生日プレゼントをもらえる日が来るとは。あーよー、二人とも真面目だな。
私たちなんて何も用意してないわ。参加費払ってあげるだけでいいかなって。まあそれで十分嬉しいよ。嬉しい。私からも誕生日プレゼント、腕時計。え、僕に？待って、なんだかすごく立派に見えるんだけど。長く使うものだもの、できるだけ良いものを用意しようと思って。僕に似合うかな？時計の素敵さに負けちゃうんじゃ。あなたって相変わらず自分のことに疎いのね。え？意外！あざみさんがそんなの買うなんて。まあでもどうせ安物だな、あるいは偽物ブランド。言えてる。あの、なんだよ。いや、それはさすがに失礼なんじゃないかなって。え？何よ、冗談じゃないの。流しなさいよこんぐらい。ルーさ、ま、実際偽物だろうけど。いや、本物だね、これ。ネットで調べたの。10万近くするわよ、これ。10万？何よ、そんな大声出して。嘘だろ。私は最初から分かってたわよ。あずみさん、すごい。それで、いつ謝るんだい、あざみさんに。だから冗談だって。悪い悪い。僕、やっぱりこの人たち嫌いだな。とまあ、同期の結束を高めるためという飲み会は、僕から赤松くんたちへの不信感を強める結果で終わった。それ以降もできるだけ関わらないようにしつつ、僕は大学生活を過ごし、やがて4年生になった。4年生といえば卒論と就活でてんやわんやの時期。そんな中、僕はそれなりに早い段階で内定が出た。そこは多少きついことで知られていたが、かなり給与の高い大手有名企業立花商事だから結構安心していたんだけど。それでどうしたの、あざみ、話って。単刀直入に言うわ。あなた、就活再開しなさい。え、なんでそんなこと言うんだよ。私なりに立花商事についていろいろと情報を集めてみたの。転職サイトでのレビューを見たり、実際に退職した人の話を聞いてみたり。そうやって作った資料がこれよ。目を通してみて。まあ一応見てみるけど、あざみの資料は随分と丁寧に作り込まれていた。過不足ない情報に嘘とは思えない元社員の生の声。そこから見えてくる立花商事の実像は、背筋が凍るほどのブラック企業だった。こんなことって。いや、でもあの会社は就活再開するなら内定は取り消すって言ってて、だから潰しが効かなくなるというか。うるし、大手の内定を受けるのが怖いのはわかるわ。ここから就活を再開しなきゃならないことへの不安もね。だから無理強いはしない。でも私はあなたがこんな会社に潰されるのは嫌。あざみ、もし内定を受けるならあなたの就活、私が全力でバックアップするわ。面接練習も何度だって付き合ってあげる。就活も卒論も私の方は一段落してるから。しばらく悩んでから、結局僕は就活を再開することにした。かなり難儀したものの、あざみの協力もあり、結局は中小企業から内定をもらえることとなった。あざみ、やったよ。そしてさらに月日は流れて、じゃあ卒業を祝って乾杯。乾杯。いやー、マジで卒論疲れたぜ。内定が早い段階で出たから、その分遊びほうけてほぼ手つかずだったんだよな。私も、ま、後輩に手伝わせてなんとか間に合ったんだし、いいじゃない。だな、終わりよければ全てよしだ。何より俺たちはあの立花商事から内定をもらったわけだしね。そうそう、人生バラ色よバラ色。どっかの誰かさんはその内定蹴っちゃったけどね。さあさあ、そのせいで就活もいい日言ってたもんな。しかも理由を聞いたらウケるんだこれが。あんたってブラックだと聞いたからやめた。だってさ、どの会社も多かれ少なかれブラックだっつーの。ほんと、もったいないことしたよね。なんというか、結局この二人とは親しくなることなく終わったな、4年間。まあ正解か。こんな風に最後まで人の選択にケチをつけてくるような奴らなんだし。でもその点すごいよな、あずみさんは。だって俺たちより早く内定出してたんだからさ。しかも立花商事に負けずとも劣らず大手だしね。いやー、優秀優秀。どうも。でも意外だよな、あざみがこの飲み会に参加するなんて。
赤松たちが主催だからか、ひいらきくんやゆずりはさんも出席してないのに。ところでさ、あざみさん持ってきてくれたプレゼント。え、ああ、あれでしょ、大手企業から内定をもらったあなたたちにお祝いの品をあげるっていう。そうそう、ずいぶん前からお願いしてたやつ。安心して、用意してきたから。え、何よ、目を丸くして。気にすんなって、どうせケチなあざみがプレゼント用意してきたことに驚いたんだろ。あんたに高い時計を渡してたあざみさんが贈り物しぶるわけないじゃない。さ、うるしのことなんか気にせずちょうだい、プレゼント。くれくれ。はい、どうぞ。うわ、素敵なデザインじゃん。これ、うるしにあげたやつより高そうだ。喜んでくれたようで何よりだわ。ねえねえ、これいくらぐらいなの。1000円。あ、あ、ごめんなさい、セールで売ってたのを買ったやつだから正確には300円だわ。あざみダメ、バカにしてんのか。別にしてないわよ。第一、最初は喜んでたじゃない、いいデザインだって。これは高級だと思ったからでしょ。そうだよ、300円だって分かったらこんなのおもちゃじゃねえか。お似合いじゃない。え、値段のラベルでしか物を判断できないあなたたちにはお似合いだって言ったのよ。内定をもらった会社もお似合いね。大手なんていうラベルに釣られてホイホイと就職したんだもの。はい、私の後押しありきとはいえ、再就活と大手企業内定を天秤にかけて自分で選んだウルシの方が立派だわ。後押し？ウルシが内定蹴ったのはお前の差し金かよ。教えてなかったの？ウルシ。誰にも言ってないよ。僕のせいでアザミが後ろ指刺されたりしたら嫌だし。そう、別に私は構わなかったのに。まあいいわ、用事も済んだし。うるし、別の場所で飲み直さない？こんな奴らと一緒にやったんじゃ卒業祝いもつまらないわ。じゃあそういうことで、はい、これ私たちのお代、お釣りはあげるわ。選別代わりよ。ま、10円にもならないけどね。アザミ、どうしてあんなこと。あら、嫌だった？そういうわけじゃないけど、でも意外だったんだ。普段淡々としている君があんな喧嘩を売るようなことをするなんて。当然じゃない、誰だって好きな人をコケにされたら腹が立つでしょ。え、数年後。なるほど、それが二人の馴れ初めだったと。逆に意外ね、あなたたちとっくの昔に付き合ってるものだと思ったわ。え、そう。まあでも終わりよければ全てよしね。今はこうして幸せな結婚生活を送れてるわけだし。仕事の方も順調なんだろう。うん、中小企業ではあるけど業績はゆっくりアップしてる。あの時のあざみの慧眼には感謝だよ。そうね、一方の立花少子は社内のひどいパワハラで社会的信用ガタ落ちしてるし。確か赤松くんや茜さんも1年も持たなかったんでしょ。ええ、そういえばちょっと前に偶然2人に出くわしてね、退職した直後だったみたいで揃って私をなじってきたわ。どうして自分たちにもあの会社は辞めるよう忠告しなかったのかって。逆恨みもいいところね。え、もちろん無視したわ。私は私にとって価値あるものにしかお金も労力も割きたくないの、今も昔もね。あら、かっこいい。そういえば風の噂で聞いたけど、退職してから赤松くんたちは別れたそうだよ。互いへの鬱憤も随分溜まってたみたいだね。ふざけるな、この野郎。それはこっちのセリフよ。最終的に二人揃って浮気したとかで流血沙汰の修羅場に突入したんだってさ。へえ、それは怖いね。まったくだわ。ぜひとも私たちはウルシ君とアザミさんを見習いたいものね、ヒイラギ。そうだね、結婚式には呼んでちょうだい。あなたたちにならご祝儀を包むのもやぶさかではないわ。光栄ね。ああ、幸せだな。ご視聴いただきありがとうございました。何にお金を使うだとかそういうのは人それぞれだから、何を無駄遣いだと思うかも違うはずです。特に人にプレゼントするとき、どれだけの価値のものを贈るかは相手によって変わるはずです。親密度が高い人ほど良いものを贈りたくなりますからね。とはいえ金額が全てではないですかね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい方向に向かってよかったと思った方、
チャンネル登録と高評価をお願いいたします。